トミーって言ったらすごく面白いおじさまで、ライティングとかあとは CG のデザインをやってる方で、いろんなこう DJ の方とかアーティストさんのこうサポートというか、といってもそのなんか元からこうデザインっていうような形のことをやってる方とコラボレーションっていう形で今回はやろうかなと。去年もやってるんですよ。で去年もやってて、でそれが面白かったので今回もやってみようかなと思って。ラスベガスは2014年の冬12月でしたね。で多分慣れたと思います。多分、うん、でもラスベガスは好きですけどね。なんか大きなショッピングモールみたいな。チェロを始めたきっかけは4歳の時にクマがチェロ弾いてる絵本を読んでから、これをやりたいって親に言ったのが始まりだったみたいで、私は覚えてないんですけど。でもちっちゃい頃から絵本というか本を読むのが好きで、でこう本って、まあ、当たり前ですけどストーリーがあるじゃないですか。それで音楽を通してストーリーを叶えられたらなっていうのが根底にあって、で一番その音楽楽器の中でピタッとくるのがチェロだった。これ運転しながら話すって難しいですね。すごいぴったり3時45分に作っていっといたんですよ。3時44分ぴったり。今日実はトミーの誕生日なんですよ。偶然にも、本当に偶然。そうなんですね。それプレゼントなんですね。そう、日本酒でも私飲まないから何が美味しいか分かんなくて、お店で一番高いやつだったら大丈夫かな。Hey! Happy birthday! She just got him with the cake. She just hit me with the cake. Oh, hi! Good, how are you? There was another one, but we put some of the Ready Whip on it and we like, yeah, like extra cream. Yeah, wow, then you have a whole team of people. Oh my goodness, hi! お友達なんですね。いや彼女は今日初めて、今初めて会って、初めて会ってそのノリだったんですね、はい、アメリカ人わかんないけど。で彼が、で彼がトミーです。トミーさん、彼がトミーで、私社メインでいたのアシスタントもやってくれる彼女になります。 And happy birthday. Oh, thank you. I'm not sure if you like Sagi or not, but yayI think it's a Saturday. It's a Saturday. Yeah. Sorry, it's a Saturday. 19th. Yeah, 19th. Yeah. And we're going to go this way. And how many audio? How much audio do you need? So I'm using the electric cello and acoustic cello. And I have the audio interface. And I'm going to have the in-ear for the click stuff. Yeah. And you're going to have your laptop right there? The right, your yeah. Okay. From Ableton, so...I would like to choose which back screen we're going to use. I didn't decide the orders yet, kind of approximately. 今までこういうマリコさんみたいなアーティストがこういう、まあ、イベントをやったことってあるんですか？私なんか他の方の見ちゃうとすごい感化されちゃうんですよ。良くも悪くもすごいなって思っちゃうから、だからあんまりチェックをしてなくて実は、もちろん全くってことではないんですけど、なのでちょっとわからないです、うん、ただ自分がもう常に、まあ、曲にしても何にしても自分が面白いなって思うことだけをやってるので、なんかその結果はこれですみたいな、うん、何曲ぐらい今回？大体14曲。14曲でお客さんはフルで14曲か、まあ、15曲でライブストリームで楽しんでいただく方にはちょっと少なくなっちゃうんですけど、12曲から13曲でも日本にいる方とか世界中の方が見れるんですね。そうですね。見てくださいね。Maybe the screen out and then the content playing behind you. Yeah. Yeah.
I mean, I don't mind at all. Just I wanted to have like two different shots. So whatever you feel like, oh, I can click here, then I trust you. So, yeah. これをやろうと思ったきっかけっていうのは、まあ、単純にパンデミックでなかなかこう日本に帰れない、帰りづらいっていうこともあって、日本のお客様にもこちらのお客様にも、それから、ね、パンデミック前はいろいろと講演をアメリカだけじゃなくてヨーロッパとかでもしてたのに行けなくなった分だけ、なんかこう全世界に発信できる何かをできたらいいなと思ったのがこのストリーミングで、こういうふうに誰かとコラボをして、それでこう映像とのコラボっていうのはなかなか私もやる機会がないので、ちょうど彼が時間があるときにまたやろうかなと思って。 Okay, so do you have an idea how you want to? Ah, yes, so one of them is Wake Me UpSo EDM, and it's kind of bright. So, yeah, that is beautiful. Yeah, because it's also very Japanese. It's very like, but it's not like distinct, mm-hmm. but it is very EDM. Okay, yes, that'd be perfect. So this song is going to like a slower, like a calm moment and a crazy moment.So, we could start out with these, or one of these in the beginning? I like that kind of things. Yeah, that would be perfect. And then hit that spin stuff on that. Yeah, yes. Mariko-san, ちなみに今、ご自身のその曲、弾かれる曲のバックの映像を選んでるんですか？半分以上が私のオリジナル曲なので、そのイメージに合わせたこの画像を今選んでる時。And I mean, this water could even be red if you really want it. No, I think it's fine. Yeah, it's kind of too much. Like, looks like a blood. Yeah. Looks like that's slowing down. I was like, oh, well, that's alright. Okay.でも彼の意見も聞くってことですか？とか自分をもうゴリ押ししますか？ゴリ押し結構頑固だって言われるので、多分ゴリ押ししてるんだと思います。聞かない聞きます聞くけど、聞いた上で何がいいかなって考える。聞かないとやっぱり新しいアイデアは入ってこないので、聞くんですけど、うん、70% ぐらいとは通しちゃうかな。チェロの種類って何を使われてるんですか？私は17歳の時に親が買ってくれ、無理して買ってくれた楽器をずっと今も使っていて、イタリア製のものなんですけど、やっぱり17歳の時にそうやって親が買ってくれたっていうのがすごく私にとってはすごく嬉しかったから、まあ、使い続けようとも思ってるし、あとはこの長い年月、17歳からずっと使い続けていて、いろんな思い出がその楽器にあるのと、いろんな難関を一緒にくぐり抜けてきたから、なんかすごく思い入れがある楽器なんですね。これがその17歳で買ってもらった、そうです、思い出のチェロですね。そうです、思い出くんです。これがまたちょっと形が細いっていうか、そうですね、これはヤマハのエレクトリックチェロで、これ多分もう15年ぐらい使ってるやつですね。そのエレクトリックチェロっていうのは、これをそのままアンプかなんかにつなげて音が出たり。そうですね、今回は直接もうパソコンの方に通しちゃいますけど、オーディオインターフェースを通して、パソコンの方に音を入れちゃいますけど、ライブの時とかはアンプにつないで音が出ます。これってちょっとしたこういう装飾がついてるじゃないですか。
ちょっとね、自分あのね、これ、ね、自分でやったの？マイクジャクソン地元ワールドツアーやった時にギターの子がつけてくれたんです。そういう、まあ、楽器に今なんか飾り付けっていうかそういうことやるのもやってもいいんですね。大丈夫です、これは大丈夫です。あっちはダメですけど、うん、ここにはつけてますけどね、そこは取り外しが可能なのでここはつけても大丈夫なんで。いつもどれがなんだか分かんなくなっちゃう、私の。ちょっと待って、これ本当にやばいくらい。ちょっとここはやばい。さっき映像を決めてる時によく EDM っていう言葉が出てたじゃないですか。はい、やっぱりこの流れとして流行りとして EDM っぽいものっていうのはやっぱり取り入れるんですね。そうですね、もういろんな音楽のジャンルが私自身が好きなのでEDM をチェロでやってみたらどうかなとか思ってやった時期も、それに特化してた時期もあったのでその名残ですね。これもともとシルクドソレイユから全バージョンをいただいてたんですけど、マドンナツアーで新しいバージョンの方をマドンナご本人から支給していただいて、このイヤモニターを今も使っています。これよく見るとちょっとちっちゃい傷とかいっぱいついてるんですね。そうなんですよ、かわいそうに直さないと。でもこれってやっぱりね、彼と一緒に人生を生きてきた。そうですね、まあ、名残ですよね。18歳ぐらいの時に悔しくて泣きながら練習した時の跡が消えなかったんですよ。なんかここに涙がツーってなっちゃって、でそれが後になっちゃって、涙ついた涙の跡が消えないんですね。なんかね、気づいてなかったんですよ、そこに涙が行ったことが。で後で楽器屋さんに確か直してもらった記憶があります。じゃああまり泣きすぎない方がいいですね。そうですね、ほどほどにしてほどほどに湿らせないと。もう泣きません、もう泣きません。She's amazing. We're just going to help her be able to show the amazingness live. She's going to play her music and have it sound awesome in here with her audience. Everybody's going to root her on. It's going to be beautiful. It's always fun to key live content over an artist like Mariko playing. I think Mariko is one of the most amazing artists I've ever worked with. When she starts playing her cello, I feel like I need to get better at everything I do.Yeah. Happy birthday! Yeah, that's why I have, birthday cake. Yes! The fire my glasses on my hair. All over the place. Yeah, yeah. Enjoy your night, though. Yeah, so I like what I do so much. On my birthday, I want to do this. I don't want to do other stuff. You know what I mean? Like, I like, to me, that's what, you know, like, if it's up to me, I'm going to do this all the time. Oh, thank you so much. Yeah. It means a lot, though. Thank you so much. He's a great, 21. Awesome guy. I just turned 21 today. Today, 21.I'm starting an online gallery of NFTs called Provable Rarity. So the piece that we made... Yeah, so we used the kimono. I wore the kimono. It's a beautiful one. I brought, you know, my friend rented me out the kimono. And the theme is like a sakura blooming
So that's why we named Sakura. So we are using the, my original piece, audio. So you can enjoy the music and also the visual too. 私のイメージとそのトミーが持ってるビジュアルのスタッフとそれから彼女シャメインのアイディアと全部がこう合わさってこうどんどん形が見えてきたのですごく本番が楽しみです。なのでたくさんの方に見てもらいたいなと思っています。それから YouTube にあのアーカイブは残しておくのでまた後から楽しんでいただくことも可能なのでぜひぜひぜひ遊びに来てください。